ラバトはアフリカにあるモロッコ王国の首都。地の人口は65万人、都市圏では180万人。ラバトとは駐屯所の意味である。人口ではモロッコ最大の商業都市、カサブランカなどに次ぎ、第3位の都市として、また首都としての機能のため、外国交換も存在し、来訪者も多い。シェラというネクロポリスが、 ブーレグレグ側の両岸に残っている。これらは紀元前3世紀のもので、この頃にはすでに定住が行われていた。ローマ帝国は紀元40年に現在のモロッコにあたるこの地域をマウレタニア・ティンギトナ属州として帝国内に組み込み、シェラをローマ人の定住地に変え、サラコロニアと呼ぶようになる。250年まではローマの植民地の状態が続き、 その後この地を放棄した。ムハンマド5 0 0を1146年、ムワヒド町のアミール・アブドルムーミンは11世紀に作られたリバートをスペインへの攻撃拠点とするべく、大規模な城塞に改築した。1170年には、と名付けられ、ここから、現在の使命が由来する。ヤークーブ・マンスールはトーラバトに移し、城壁やウダーヤのカスバを建設した。 マンスールは世界最大級のモスクの建設などにも着手したが、マンスールの死によって完成を見なかった。世界最高のミナレットも完成せず、破産島として現存している。その後ラバトは低迷期を迎える。ムワヒヒド町はイベリア半島のついでマグリブでの領地を次々に失い、13世紀には経済の中心もフェズに移った。1515 15年。 この地を通ったムーア人の探検家は、ラバトには100世帯しか残っていないと記しているほど、ラバトは衰退した。17世紀、スペインを追放されたモリスコたちが入植し、ラバトの復興の土台となった。1627年、ラバトとされは、ブーレグレグ共和国を発足させた。この国はコルセアによって運営され、ラバトとされは、海賊行為の出撃拠点となった。 1666年、アラビー朝がモロッコを統一するが海賊国家の制圧には失敗し、ブーレグレグ共和国は1818 18年まで存続した。またこの地の海賊も1829年にオーストリア戦が海賊に攻撃された報復で、オーストリア軍がラバトを砲撃して打撃を与えるまで健在だった。1912年、 フランスがモロッコに侵攻しフランス保護領モロッコと、すると、総督のウベール・リオテ将軍は、正常不安なフェズからラバトに塔を移すことを決め、スルターンのベン・ユースフ・ハッサーンは戦とした。1913年、ウベール・リオテは、フランス人都市計画家のアンリ・プロストに命じ、ラバトの行政地区の都市設計を行わせた。これが、現在のラバトの市街地である。 モロッコが独立を成し遂げると1956年、スルーンノムハンマド・ベンユースフは、党そのまま、ラバトとする決定を行った。第二次世界大戦後、アメリカがフランスの空軍基地に駐留した。このラバトされ空軍基地には、米軍の戦略航空軍団が置かれた。独立後は、1958年のレバノンでのイスラム教徒の内乱に、 アメリカ海兵隊が介入したこともあって、ムハンマド5世は、米軍の撤収を要求。1960年代に、米軍は撤収した。町は、大西洋に面し、ブーレグレグ側の河口にある。ラバトサレケニトラ地方の州都。川の向こう側にベッドタウンであるサレが広がり、ラバトの南には、大西洋に面して、マラがある。これらの都市を合わせた。 都市圏人口は180万人に達する。地中海性気候。人米により港湾機能は失われてきているが、繊維、食品加工、建設などの産業が盛ん。絨毯製造は有名である。ワンスフが運営する鉄道の鉄道駅がある。いくつかのサッカークラブがある。ボトラも参照。ありがとうございます。